はい、皆さん。お疲れ様です。おやじです。今日はですね、ヤフーのニュースを見ていたら、こんな記事が載っておりました。小規模運送会社の倒産が急増していると。4月からの2024年問題が影響しているか。という題名で記事が載っておりましたで。ちょっとですね、記事の方を読んでみて、で、後から私の 意見、感想の流をね、話していこうかなと思っております。では早速読んでいきます。燃料価格の上昇に残業時間を年960時間に規制する2024年問題が加わり、運送業で倒産が急増している。東京商工リサーチによると、5月は前年同月比2.1倍の46社が倒産した。 5月としては過去20年間で見ると2008年の45件を上回り過去最多を更新した燃料価格や人件費の上昇分の価格転嫁が進まなければ年輪配達員が増える物流自体が崩壊しかねないということですねで 倒産した企業を企業別で見ると、従業員10人未満が31社で、小規模事業者が3分の2を占めた。倒産理由は燃料価格上昇などの物価高が11件で最も多かった。ドライ,ドライバーらの人手不足が4件で、そのうち求人難と従業員の退職がそれぞれ2件だった。 トラックドライバーの残業時間の上限は4月から年960時間に規制されたこの規制による影響は2024年問題と言われ稼働時間の減少からドライバーの収入が減る可能性が高く人手不足に拍車をかけている4月にも前年同月比2.1倍の30差が倒産しており2ヶ月連続の急増となった 配送料金への価格転嫁が進まなければ、下請け運送会社は賃金や業務委託の報酬を引き上げられず、しわよしは立場の弱いドライバーに向かってしまう。神奈川県内で電子商取引、大手アマゾンの二次下請け運送会社から配達業務を受託する軽貨物ドライバーの男性66歳は、 1>, 1日12時間のありえない労働を課せられているどこかで倒れて死んでしまいますよと嘆く配達大手の下請け企業などで軽貨物ドライバーをしていて約30年になる男性58歳ももう全然割に合わないと憤る運送業界の構想的な問題が解決されなければ人手不足に歯止めがかからず 日常生活やビジネスの欠陥とも言える物流が滞りかねない。東京商工リサーチは政府主導による業界習慣の抜本的な改善が急がれると指摘している。ここまでです。で、私がもうこの4月2024年の今現在がですね、 今日が6月30日と。で、この、まあ動画はその日に通っておりますけれどもで、私以前ね、もうこの4月以前からですね、もうあのー、物流会社の倒産が急に増えるであろうと。で、これもね、まだまだ氷、あ、山、のー、の一角ですよ。で、これをね、日本、 全国、至る所で調べると、もっともっとね、急増すると思います。で、関東圏の神奈川県と東京だけでも、そんなに、あの、運送会社が倒れているんで、田舎の方は私ね、特にひどいと思います。特にですね、首都圏だとか、あの、大都市からね、離れている 九州地方も凄まじいんじゃないかと思います。で、私の現役の頃からですね、よくあの九州にお住まいのドライバーさんたちと話をすることがありましたけれどもねで、給与面の話を聞いてもね、とにかくね、安かったですね、よくそんなんでやってるなぁとで、もうね、3ヶ月家に帰らないとかね、半年家に帰ら,帰らないとかね。 そんな人がいましたからね。まあ、半年はちょっとね、漏れすぎかもしれませんけれども、三ヶ月家に帰ってない人はね、私何人もね、出会いましたね。で、久しぶりに家に帰ってみると、もう、あの、表札が変わって、誰か知らない他人が住んでいたと。そんなね、笑い話、笑い、笑い話にもね、ならないような話をね、ちょくちょく聞きましたね。 ですからね、この運賃の即値上げというのはね、あの、本当、大問題です。ですからね、これも、なんていうかね、運送会社と物流会社だけはね、ちまちまやってもね、ダメなんですよね。何の解決にもね、ならないと思います。で、一番立場の弱い運送会社。特にですね、小規模運送会社が、倒産が急増していると。 これはね、もうその、荷主にね、運賃を値上げしてくれと言えないんですよね。言えない立場で言ったらね、もうオタクとは、じゃあ、あの、契約切りますよと。それこそね、あの困るんでね、それをね、言わせない法律。そもそもね、その、なんというかね、報復、報復措置として、 契約を打ち切るだとかねそんなことをねしてはならないという法律がねあるようですにもかかわらず荷主はね行ってくるんですよねそんなことをそこでね私先日動画でも話しましたけれどもトラック地名の人たちにまあ、仲介としてしっかりと仕事をして 欲しいんですよねでそういったね荷主はねもうどんどんね名前を挙げてここの会社はこういうことをするとでこういう悪質な取引をするとそういったところでねあのどんどん名を挙げてねあの晒しやればねいいと思いますまあ晒すというのはね言葉悪いですけれどもそうでもしないとね本当。と 言葉悪いですけれどもね、あの、ちんぴらみたいな言葉使いしますけれども、本当ね、そんなことを、ね、しなければねあの、こいつだってねあの、治らないですよ。本当に。で、立場の弱いドライバーに、一番幸せ、幸せが来ます。で、運転手だってね、飯を食うためにね、働いているんですよ。 朝も早うから夜も遅くまで。そうしないとね、お金にならないからですね、好きでね、長時間労働するわけじゃないですよ。単価が安いから、あの、かわしをやって、何件かかわしをやって、それから長距離に出たりだとか、長距離からね、帰ってきたら、普通のね、大手の会社だったら、長距離だとか、自分の仕事が終わったらね、もう、とっとっとタイムカードをね、押して帰りますよ。ですが、小さな会社というのは、 長距離に出る前に一つ二つ倉庫などのかわしをやってそれから出発するとで長距離から帰ってきても一つ二つかわしとかそれをやってまあそこそこかなとそういった事情なんですよねですからこれが一番何が悪いかというと 運賃が、ね、安いからですよとにかくね、運賃が安い、配送料が安い、ここがね、一番の問題であって、これをね、もっと上の国のトップの方がね、これじゃいかんというのをね、早く気づけようという話ですよね。で、物価高はね、まあ、運送会社だけではないですよ、すべての、すべての会社にね、物価高はね、来ております。で、何が高いかといったらね、もうねあの、原油はね、高いんですよ、油が。 原油それがね、高いから、この日本はね、もう100%輸入に頼っているわけじゃないですか。一部ね、日本日本国内でも天然ガスとかねと、取れますけれども、原油に関してはね、100%輸入ですからね。ですから、このへんのところをね、しっかりとやってもらいたいと思います。でないとととねこれ運送会社も、ね、もっともっと 今どうですか、5月、4月、5月でしょ、今、今6月ですからね、これからね、夏にかけてね、もっともっと加速的にね、あの運送会社ね、倒れていきます。で、そこで物が運べないと。で、荷主の皆さんもね、今、運送会社がね、たくさんいるから、あーこっち、こっちが選びたい放題で、みたいな感じでね、ばか言ってるかもしれませんけれどもね、そのうちね、運送会社はね、荷主を選ぶ時代がね、必ずやってきます。 で、あんたんところの運賃は安いから、お宅の荷物は運ばないよといったね、ことになると思います。そうなった時が、やばいですよ。はい。まあそうなる前にね、そうなる前に、お国の方から、ちゃんとしたね、適正運賃をもらえるような政策をね、やってもらいたいです。はい。そういったところで、本日の動画は以上です。